皆さん、お待たせいたしました。これからオンライン気象眼密液エキスパート第3回神経内分泌使用 PRRT ペプチド受容体核医学内容療法を中心にを始めたいと思います。私は司会進行を務めます国立がん研究センター気象眼センター気象眼治療機関の加藤陽子です。どうぞよろしくお願いいたします。2017年1月から現地でオンライン気象眼ステの待合で気象眼ミートエキスパートを開始いたしました。で、神経内分泌使用に関しては5回行っております。その5回を今日見直ししましたが、どこでも今日のテーマである PRRT にお話ししてるんですが、でも具体的なことがなかったんで、今回初めてお話しすることができるようになったので、講師の肘岡先生にお願いしてこのテーマを取り上げさせていただきました。では開会に先立ちましてご挨拶を国立がん研究センター中央病院病院長の島田和明先生にお願いしたいと思います。島田先生は膵臓がん、あと膵臓の神経内分泌腫瘍の手術を専門にしていらっしゃいます。島田先生、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介誠にありがとうございます。島田でございます。本日は、コロナの感染が第8波の中でございますが、ウェブでの多くの方々のご参加、誠にありがとうございます。第3回の気象眼ミート・ザ・エクスパートは、当院肝胆膵内科の肘岡先生にお話をいただきたいと思います。私は先ほどもご紹介いただきました通り、肝胆膵外科が専門でございまして、肘岡先生とは診療を中心に、同志のようにお付き合いさせていただきました。肘岡先生は皆様もご存知だと思いますが、肝胆膵薬性腫瘍や気象がんの薬物治療のエキスパートのみならず、肝胆膵の内視鏡の診断や低侵襲の内視鏡治療の先生がいらしてから治療前の画像診断のみならずですね、生検による病理診断が得られたことによって、非常に精度の高い確定診断ができるようになりました。いずれのがんでも、特に神経内分泌腫瘍において正確な診断は極めて重要でございます。患者さんに適切な医療を提供する入り口であると考えています。本日は昨年9月から販売されました PRRT、ルターテラでございますね、を中心としたお話を伺うということになっておるようでございまして、大変楽しみにしております。簡単でございますが、ご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。島田先生、どうもありがとうございました。ではこれから講演の方に入りたいと思います。肘岡先生、よろしくお願いします。で、今日はですね、事前質問がもう150ぐらい超えているような状況で、先ほどまで肘岡先生と一緒にどのような講演内容にするかっていうのを検討してまいりました。で、皆様がからいただいた事前質問をすべて盛り込むことにしたかったんですが、おそらくできない分に関しては、次回の開催でっていうふうにすることにいたしましたので、肘岡先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、加藤さん、ご紹介ありがとうございました。また島田院長先生、過分なご紹介をありがとうございます。皆様こんばんは。お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科気象がんセンターの肘岡進でございます。今日はよろしくお願いします。加藤さんからもご紹介がありましたように、患者様皆様も待っていた、そして我々も待っていたこの PRRT 治療というのが、ようやく、日本にやってきました。で、昨年のですね、10月から日本の中で保険診療として使えるようになりまして、約1年が経ちました。で、ようやくですね、患者さんに、治療させていただいて、その効果とか、その結果とか、そういったところがお示しできるようになりましたので、少しでも、この気象がん、情報が少ない中の、PRRT 治療の、成果というところをですね、皆さんにお伝えしたく、今日は、時間をいただきました。それでは、画面の共有をですね、させていただきたいと思います。はい。では、皆さん、改めまして、よろしくお願いします。PRRT の治療のお話をさせていただきます。
もう今日はですね、あのネットとはとかっていうところはもう、抜きにして、この PRRT のみ、のお話をさせていただきたいと思います。ネットのですね、薬物治療は2011年から、多くのお薬が、販売承認されるようになりましたが、ようやく昨年、この皆さん待ちに待った PRRT、これが、保険承認されました。10年間でですね、今まで何もなかったのが、こんだけの薬が、使えるようになりました。ソモトスタチンアナログ分子標的薬、細胞障害性の抗がん剤、それに加えてですね、今回の放射線治療、内容療法であります PRRT が、加わった。これはもう非常に大きなあのインパクトが、あるかなというふうに思っております。で、この放射線治療、なんですが、まあ、あの一般的には外傷者と言われるものが、あの通常皆様が想像されるような放射線治療だというふうに思います。まあ、体の外からですね、患部に当てるというものであります。今回の、PRRT というのはこの内傷者と、言われるようなものになります。いわゆる、点滴で体の中に入れて、そして体の中から、やっつけるというような、治療となります。まあ、今ですね、保険で、承認されているのは、あの甲状腺が、前立腺が、副腎が、こういったものがですね、一般的に行われておりますが、この PRRT 治療というのも、その仲間入りをしたというような状況であります。PRRT、ペプチド受容体放射線各種療法と、なかなかちょっと読みにくくて難しい、言葉でありますので、PRRT と、略させていただきます。ネットの細胞のですね、この細胞膜にソマトスタチン受容体、レセプターと、言われるものがありまして、それに親和性のある、このソマトスタチンアナログですね、これに、このベータ線をくっつけたもの、これが、放射線の PRRT ということになります。まあ、レセプターに、親和性がありますので、こうやって、パカッとはまり込んでくれまして、そこの中から、細胞の中に入り込んでいって、細胞の中からネットの主要細胞をやっつけるというような治療であります。また、治療としてはですね、点滴治療になりますけれども、まあ、1回目と2回目の間は2ヶ月間が空きます。まあ、それをですね、4回繰り返すということで、6ヶ月の間に4回の点滴治療で、済むというような治療でございます。この内傷者内容療法のメリットになりますけれども、利点としては、やはり、全身ですね、多発病変があっても対応可能です。外から当てるときには、一箇所一箇所を患部に当てる必要がありますので、多発している場合には、なかなかやっぱりちょっと適用が厳しいということになりますが、そうじゃなくて、もう中から染み込ませますので、この全身病変に対応可能。これが最も、大きな利点かと。もう一つは、やはり、腫瘍の方だけに、線量が行きますので、正常の細胞のダメージは少ない。これも、利点の一つであります。ただ、欠点としては、体の中に、入れますので、大概に放出された放射線が周囲の方に影響してしまうということ。まあ、これがいろいろですね、我々が、整備をしなきゃいけないというところになっています。あとは、こういうレセプター、受容体が発現していない方には、どうしてもちょっとこのお薬が効かないというのが欠点の一つなのかと思います。この治療ですね、受けたいというのは方はもう、昔からたくさんいらっしゃいました。ただ、やはり、ドラッグラグの問題がありました。特に、2017年に、ヨーロッパあたりで保険証になってから、約5年、近くですね、ドラッグラグがあったわけであります。その間、どうされてたかというと、横浜市大の小林先生がですね、このスイスのバーゼルに見学に行かれて、その後からですね、結構ご紹介を、されるようになりました。まあ、ただやはり、渡航費やら治療費、これ全部自費になりますので、3回、4回やるとどうしても1000万円というふうにかかってしまいますので、なかなか、そうですね、やすやすと、行けるという方はそんなに多くはなかったというふうに伺っております。で、これがですね、日本におきまして、2017年に治験が行われて、昨年、保険承認されて、で、10月から、関西電力病院、金沢大学、横浜市大、これを皮切りにですね、当院でも第4番目に、国内で治療を開始したということになります。
このネットの患者さんはですね、もう本当に長らく、この治療を待っていたというような状況であります。この、日本でね、治験が2施設で行われました、横浜市大、そして東京医科歯科大。この治験がですね、しっかりマネジメントしていただいて、厚労省が認めていただいたおかげで、この治験保険が承認されましたので、もう、僕ら本当にこの2施設のご先生方には、深く感謝しているというところであります。簡単にですね、この流れを、お話したいと思います。点滴治療ですね、今やっているところですが、30分、点滴を、行います、ルタテラ。もう点滴終わったらですね、ちょっとバックヤードの、エレベーターに乗って、放射線がありますのでね、バックヤードから入っていって、個室の方に戻るというような感じであります。もう点滴終わった後もですね、スタスタとこうやって患者さん、歩いていただいて。当院は18階の個室で、特別個室としておりますので、そちらの方に、移っていただくと。そして、病室で翌朝までこうやって過ごしていただきます。で、翌朝ですね、1メーター離したところでサーベイを行います。で、放射線量が、体質基準を満たせば、もう腫れて退院ということで、もう本当にですね、患者さんにとっては負担の少ないこういったような治療というのが PRRT の治療であります。また治療の効果ですけれどもですね、これはネット、G2 の患者さんですが、治療前、こんなふうに、肝臓に腫瘍がたくさんあった人が2回終了、4回終了、だいぶ4回のところでももうちっちゃくなっているのがわかるかと思いますが、そして、終了から半年というところで、今終わった後もですね、どんどんちっちゃくなっていってるというような状況で、この PRRT ですが、じわっと効く、そして長く効くというのが、私のございます。本当にですね、1年間私、PRRT 治療の患者さんを見させていただいて、本当に治療だなというふうにも心から思っておりますが、この魅力としてはですね、やはり、他のお薬、今までの、分子標的薬とか、細胞障害性と比べて辛くない。そして、よく効くですね、腫瘍の縮小効果というのが得られやすい。そして先ほども言いましたけれども、効果の期間が長い、持続するというところかなというふうに思いまして、やはり、噂通りですね、海外で非常にいいということで、使われておりましたし、患者さんも、待ってたというようなのが、まさにやっぱり、その通りだなというふうに思っております。で、当院はですね、本日現在、54名の、患者さんにこの PRRT を、1回目を受けた方がですね、54名で、ございまして、その方を、見させていただいた上での経験を踏まえて、この4点について今日はご説明したいと思います。まず成績と、魅力というところであります。今日はあんまりですね、難しいデータは、なるべく出さないようにしようと思ってますが、これが PRRT の、世界的に一番有名な、第3相試験の結果ですので、これだけは出させていただきます。対象がですね、進行性の、小腸のネットです。海外は、小腸のネットの方が多くございますので、小腸が対象となっています。オクトレオチド LAR を標準治療として、治験として、この PRRT とオクトレオチドの併用というものをやったわけです。で主要評価項目が PFS といいまして、無増悪生存期間。治療、やってる間、腫瘍が大きくならない期間というふうに考えていただければよいと思います。でその結果がこちらになりますが、このオクトレオチド LAR、SSA と書きましたけど、落ちていってるのが効かなくなったということになりますが、こちらが PRRT ですけど、なかなか落ちないということで、ここに大きな差が、生じております。これが、ハザード比が 0.21 という、数値。これはですね、なかなか見ない数値ですね。ハザード比低ければ低いほどいいんですが、大体ですね、ハザード比っていうのは、リスクをどれくらい下げたかということになりますので、これは SSA に対して PRRT は 80% リスクを下げましたという、驚異的な数値ということになります。この PFS、無増悪生存期間なんですが、この
他の分子標的薬、SSA、細胞障害性、免疫療法と比べるとですね、このやっぱ頭一つ抜きん出てるというのが分かっていただけるかと思います。まあ約30ヶ月ということですので、まあ、約まあ2年半ぐらいのものかなというふうには思いますけれども、治療を始めてですね、6ヶ月の放射線加えて、まあ、その後2年ぐらいは、まあ、腫瘍が大きくならないというのが、まあ、平均的なデータだということであります。そのネッター1試験というのは小腸ネットだけだったんですけれども、他のですね、臓器はどうなのかというところなんですが、これオランダのですね、臨床試験、エラスムス試験というのが一番大きなデータですので、少しご紹介したいと思います。小腸ネットが218人と多いんですが、それ以外もですね、膵臓が169人、そして E12 指腸、大腸、肺、原発不明といったところの患者さんも入っておられます。この走行割合を見ていただきますと、膵臓の方が最もよく効果がで現れてます。効いてます。63.9% の方に効いています。一方で、まあ、小腸の方は 32% ということで、まあ、やはり、小腸が最もですね、試験としてエビデンスがあるんですけども、他の臓器見ていただきますと、どれもですね、小腸よりもよく効いてるということになりますので、小腸だけが、まあ、エビデンスとしてはあるんですけれども、他の臓器にもよく効くということが分かっていただけるかと思います。また、魅力のその2ですが、治療スケジュールが非常に楽だと。まあ、先ほどお出しましたように、6ヶ月の間に4回の点滴治療を行う。まあ、入院期間はですね、基本は2日間の程度ということで、ありまして、まあ、それ以外は基本的にフリーということで、患者さんは非常にやっぱり楽ということを皆さんおっしゃっていただきます。当院で治療された患者さんですね、まあ、54名の方に1回目以上やってるんですけれども、まあ、評価できた患者さんが48名なので、48名で出させていただきたいと思います。ちょっと見にくいので、ポイントだけ絞りますが、原発層としては、膵臓の方が最も多くて 58%、次いで直腸の方、そして胸腺、その他となります。ホルモン分泌ですね、機能性といわれて、インスリノーマとかガストリノーマとかっていうものがある方が2割程度いらっしゃいました。あとは悪性度、G1、G2、G3 とありますけれども、やっぱり悪性度が高い方が多くて、G2、G3 の方がいらっしゃいます。そして、まあ、当院ではですね、ネックと言われるちょっと悪性度の高いものに関してもですね、お二人の方に投与しております。治療ライン、これはですね、やはりもうかなり長らく待ってらっしゃった方で、ちょっとやっぱり優先度の高い方から先にさせていただいておりますので、どうしてもですね、二次治療の方は少なくて、もうほとんどはもう 80% 以上の方は三次治療以降で治療をスタートしているという状況です。で、効果、治療の効果判定ですね、CT を撮影させていただいた方は42名の方にいます。で、ちっちゃくなったよっていう方は、全体で見ますと 38% の方がちっちゃくなってます。臓器別に見ると、まあ、膵臓と直腸で大体 40% 強の方がちっちゃくなっています。まあ、胸腺の方はちっちゃくなったという方は、まあ、今のところいらっしゃらない。ですが、まあ、腫瘍安定効果ですね。大きくなってない。というところも、まあ一つの効果でありますので、そこを含めますとですね、全体で 90% の人に効果が出ております。また、胸腺の方も、50% 半分の方が、腫瘍安定効果が見られているという状況であります。中止になった方は11名おられまして、まあ、残念ながらですね、病変が進行してしまって中止になった方が7名、貧血が進行した方、そしてその他というところで、ございます。腫瘍の縮小率ですね。どれぐらい縮小したかっていうところを、まあ、見た図になりますが、これ下に行けば行くほどですね、縮小したということになります。まあ、30% 以上縮小したら、いわゆる縮小というふうになるんですけれども、まあ、見ていただきますと、やっぱりですね、縮小した方というのがかなり多くございます。この PR となっているのが縮小と言われる割合になりますが、その縮小という割合、30% 以下にならない人もですね、結構いらっしゃいますので、まあ、こういったような方も含めますと、先ほど言った腫瘍安定効果というようなことになります。
でやはりまあ膵臓の方、かなり、非常によく、縮小がですね、50% 以上でぐっと小さくなっている方は膵臓に多いかなというような印象にありますが、それ以外の直腸の方、あたりにも見られております。お二人ですね、非常にやっぱり直行した方をちょっと、お出したいというふうに思います。また40代の男性のネット G2 で、多発肝転移リンパ節転移がある方です。まあ、予次治療として PRRT を行いました。胸水や腹水が溜まって、腹部の大動脈リンパ節というところがこういうふうに累々と腫れておりました。かなりですね、患者さんももう辛い、状況で、まあ、遠方からでしたけども、ようやく外来に、まあ、たどり着くというような状態の方でありました。まあ、一回治療しただけでですね、胸水、腹水がかなり減って、ここに累々と腫れてたリンパ節というのが、もう黒くなって半分ぐらいのサイズになりました。4回半年終わった後ですけれども、胸腹水は全て消えて、ここに腫れてたリンパ節というのも、もう全く、ほぼほぼ跡形だけになったというような状態であります。PS というのはその方の、まあ、パフォーマンスステータス、まあ、日常生活がどれくらいできるかという。0というのは全く普通ということです。まあ、2というのはもう1日のうち半分ぐらいがベッドに横たわっていらっしゃるというような状態です。まあ、2でのぐらいでベッドにほとんど横たわっているような人がもう0、全く普通のですね、お元気な方に、なられました。自分が元気だった時を思い出したということを、まあ、おっしゃっていただいております。もう一人の方を提示します。60代の男性の方、ネット G3 ですね。この方も4次治療、これは4次治療後ですね、5次治療として治療を開始しております。肝臓の中にかなり大きなですね、大きなというかもう多発する肝腫を、肝臓全体を占めております。このですね、下大静脈と言われる、まあ、体中からですね、心臓の方に戻っていく、血管が、この腫瘍によってこうぐっと狭くなっております。こうなるとですね、これは下大静脈症候群といって、やっぱり血管が戻りませんので、足がこんな風に腫れ上がって、まあ、男性の方だと陰嚢が腫れたり、そして鬱血によってですね、肝機能や腎機能が悪くなったりという。こういう方がネットで進行してくるとどうしてもこういうような病態が起きてきます。こういうような病態に対してはですね、当院では下大静脈ステントというものを積極的に入れていただきます。こういうふうに狭い下大静脈にですね、ステントを入れることで流れが良くなります。この方も、まずはかなり具合が悪かったので、この静脈ステントを入れて、そして元気になった後に PRRT を開始しました。まあ、今2回、終わったところですけれども、こんな、たくさん腫瘍があったのがもうほとんどですね、跡形ぐらいになったというような状況でございます。この方も PS が2だったのがもう完全に元気な状態でありまして、この間のですね、まあ、秋の時には、新州の方までですね、山登りに、行かれたというような状況で、ありまして、非常にお元気になられました。IVC の、ステント、静脈ステントなんですけれども、まあ、やはり、非常に、よく効果が出た患者さんもご紹介したいと思います。この方、過去にですね、スイスで、PRRT 治療液がある、直腸のネットの方ですね。もうやはり下大静脈が、非常に狭くて、もうこういうバイパスでようやく心臓に戻っているというような状態であった人です。で、足がもうむくんで、心室液がですね、どんどん出て、一日何回もこう包帯を変えなきゃいけないというような状態の人でありました。うっ血で肝不全、腎不全もきたしておりましたが、IVC のステントをこうやって、入れて、いただきましたところですね、この方、足がこんなふうにほっそり、なって、もう心室液が出なくなっただけでも、まあ、非常に、喜ぶ。この後お元気になられたので、また、当院でも PRRT 治療したという方でございます。こんなふうにですね、IVC ステント、静脈ステントというのは、当院のですね、この IVR という、まあ、放射線の、診断科、放射線を使って、治療する画像化診断チーム。画像化治療チームの方々に行っていただいておりまして、非常に功を奏しておりまして、この IVR の方々にも非常に感謝しているところであります。続いて、当院の PRRT 治療の実際というところでお話をしたいと思います。
まずですね、この適用がどうかというところなんですが、保健所ですね、効能効果としては、ソモトスタチン受容体、先ほど言いましたこのレセプターと言われる、これが陽性であるネットの患者さん、粘の患者さんという形になります。臓器がですね、膵臓消化器じゃないとダメとか、一時治療はダメだよとか、そういったことは書いてございますので、より多くの方がこの治療が受けられるかなというふうに思っています。でまあ、このソモトスタチン受容体を介してですね、この PRRT、ルタテラというのは細胞の中に入っていきますので、まあ、やはり、これが、まあ、ボールのですね、ボールとグローブの関係でいうと、このグローブになります。このグローブが発現してないと、このボールは、全部流れていってしまうという形になりますし、やはりですね、お金が非常に、まあ、高価、この1本あたりが約260万ぐらい、しますので、やはりこれはしっかり発現を確認する必要がございます。この発現の方法はですね、オクトリオスキャンという、まあ、イメージングで行う方法と、組織の免疫染色で調べると。いう方法がありますが、まあ、基本的には当院ではこのオクトリオスキャンで行っております。この光具合でですね、クレーニングスコアということで0から4というふうに分けます。0というのは集積が全くない。1から2というのがこういう感じで淡く集積する。こちら脾臓なんですけど、脾臓は生理的にこういうふうに集積します。でこういった脾臓とかと比べて、それより強く染まるのが KS の4というような形になります。まあ、非常によく染まるのが3、4ですね。で、こういう染まり具合、集積具合でですね、効果予測というのが、立てられます。すなわち、クレーニングスコアが高い3とか4とかの人の方が、まあ、やはり、CRPR というのは、走行したよ、縮小したよということになりますが、やっぱり、よくこうやって集積がある人がちっちゃくなるよ。ということが、まあ、分かっておりますので、大体、効き具合、そういったところも、予想がつくようになりました。ということで、当院での大まかな適用になりますが、まあ、やはり、この SSTR の発現、すみません、SSTR というのはレセプターのことですが、そのソモトスタチンレセプターをこのオクトレオスキャンで、確認ができている方になります。切除がやはり困難な、ネットの方になります。たまにですね、まあ、やはり腫瘍がちっちゃくて、取らなくていいような状態で経過を見ている方もいますが、まあ、そういう方も自分もこの PRRT できないかというふうに言われておりますが、基本的には手術ができない方が、対象となります。あとは腎機能や骨髄機能、これがある程度保たれているというところにしております。クレアチニンが2というのは、まあ、比較的ですね、腎機能が悪くても、当院では行っております。血小板も5万程度。というところで、これはまああのネッター1とか、国内の治験の時の適格基準よりも、まあやはりまあ具合が少し悪い患者さんも、やらせていただくというところでですね、当院の、まあ、あの後でご紹介しますが、伊藤先生、ご主人から伊藤先生ともご相談して、こういったようなところを目安としています。ただ、まあ一つの目安というところですので、大体でございます。あとは身の回りのことが、やはりまあご自身でできるということが、大事になってきます。一時治療ですね。一番最初から、この治療も可能ではありますけれども、やはり、優先順位ですね。お待ちになっている患者さんが、いらっしゃいますので、そういう方がどうしても優先されてしまうというところはご了承いただきたいと思っています。こんないい治療だったら最初から、この治療でもいいんじゃないか。PRRT 最初でもいいよねっていう、ご質問もありますが、まあ、やはり残念ながらですね、エビデンス、まあ、科学的根拠に乏しい、一時治療で本当にいいのかどうかっていうところが分かってないので、まあ、残念ながらやっぱり今の医学はですね、この科学的根拠に基づいた治療でやってますので、難しいかなと。ヨーロッパのガイドラインでもですね、小腸ネット、これはエビデンスがありますから、二次治療という位置づけになっています。膵臓のネット、あんなに効くのにですね、まあ、エビデンスがないというところで、一番最後の治療というようなところになっています。日本の、これガイドラインにもですね、一応ですね、この PRRT というのは、二次治療以降の、多剤無効例に対する代替治療として推奨されるというようなことに、なっております。あとはもう一つはですね、やはり二次性発がん、まあ、放射線を体の中に、入れるというところから、そういったような問題もやっぱり考えなきゃいけません。
どういった二次性発がんが起こるかというと、やはり血液系の腫瘍でありまして、MDS、骨髄形成症候群とか、AML、急性骨髄性白血病というのが、どうしても起こる方がいらっしゃる。ただ、その頻度としてはですね、幅はありますけれども、多く見積もっても 5% 以下ということで、どうしてもやっぱり治療に必要な方が行いますので、ある程度、ここら辺りは許容できる範囲なのかなとは思っております。ただ、トータルすると、やはり、そういう状況でですね、切除ができないネットの方で、二次治療以降というところが、PRRT をやはり考慮すべき段階なのかというふうに思っています。ただですね、今このネッター2試験、さっきは1でしたけども、2試験というものが今行われています。これは PRRT を一次治療で有用性を検証するような試験になります。こういう試験がですね、出て、やっぱり一次治療でも PRRT が良かったよというような結果が出れば、世の中、PRRT も一次治療から行っていきましょうというような流れになるかというふうに思います。2017年から試験が始まっておりまして、まだこの結果が出るのは、ちょっとまだ2、3年先なのかなというふうには思っております。それまでは、まずはやはり二次治療以降というふうに思います。で、実際の当院の流れというところで、患者さん、イメージを持っていただくために作成しました。で、2種類ですね、パターンがあります。この放射線の特別治療室、専用治療室で治療を行う場合と、この特別措置個室というところで行う場合というふうにあります。この RI 治療専用部屋ですね、例えば甲状腺とか前立腺がんとか、そういった治療部屋というのが、やはり大きな病院にはですね、1病室、2病室ぐらいある施設が全国で何十施設かございます。そこを利用させていただくというところであります。ここはもう頑丈に、こうやってですね、お部屋も、放射線の治療ができるようなお部屋になっております。この場合はもう、ここで普通にトイレなんかもやっているような状況。ただ、この PRRT、幅広く行おうということで、国もですね、こういったような個室を、ある程度、ちょっとこう特別措置個室ということで、放射線管理ができるようにして使えるようにしましたので、こういう特別個室を措置個室で行えるという、2つのパターンがありますが、多くはですね、この特別措置個室で行われる方が多いと思いますね。こちらを、お話したいと思います。まずは入院になりますが、こういうふうにですね、個室に入院していただきます。やはりちょっとやっぱりおしっことか体液とかが、床についた場合でも問題ないようにですね、こういうようなところで養生をします。この養生はですね、当院では、放射線治療の技師さん方がですね、入院される前にやっていただいております。また、準備ですけど、やはり大事なのは、おしっこになります。体の中に入った放射線が、おしっこから出ていきますので、この管理というのをしっかり、しなきゃいけません。で、検尿コップでおしっこを取って、そしてご自身でこういったところに移してもらうということを、やっていただいてます。それがどうしてもちょっとやっぱ難しくてできないなという方は、こういったようなバルーンを留置させていただいているような状況です。こういう指導はですね、当院は18回の個室で行ってますが、看護師さん方にやっていただいております。で、実際の点滴になりますが、当院は先ほどお見せしましたように、地下2階までちょっと移っていただいて、この点滴治療をします。2本ですね、点滴を受けていただいているわけですけど、1つはこのルタテラ、いわゆる放射線治療薬になります。これは30分で投与します。で、もう一方の方は、ライザケアといって、アミノ酸の点滴になります。これを行うことで、少しでもですね、腎機能を落とさないように。どうしても、腎臓が放射線でやられてしまいますので、それを防ぐということで、それは4時間で投与を行います。ただ、この特別のお部屋でやらなきゃいけないのは、このルタテラの時だけという形になります。で、これが終わったら、もう先ほどビデオでお見せしたように、お部屋に帰っていただいているわけであります。で、翌日ですね、この線量計を使って、測定をするわけです。これで、18マイクロ、シーベルト以下ということであれば、退院できますよということで、患者さんもですね、大丈夫かなということで緊張されるわけであります。
まあ、こういうような形でですね、当院でもこの、まあ、伊藤先生、諸岡先生、こういうドクターを中心として、放射線治療の、技師さん、そして、病棟の看護師さん、こういった方々に、非常にお世話になっております。この場を借りて御礼申し上げます。1回目とですね、2回目の間、まあ、8週間、治療フリーですよというふうにお話しましたけれども、まあ、できるだけですね、このソマトスタチンアナログというのは使うようにしております。ただし、この8週間の間、どこでも打っていいかというと、そうではなくてですね、1回目の治療から2週間以内に治療を行ってもらっているようにします。その理由は、ソマトスタチンの、注射から、次の PRRT まで。6週間空ける必要がございます。なぜかと言いますとですね、ソモトスタチンアナログと、この PRRT、オクトリオスキャンも一緒ですけど、これは同じレセプターに、を介して、作用しますので、一旦ソモトスタチンアナログが、こうやってあのレセプターに、くっついてしまいますと、まあ、約6週間、くっつきっぱなしになります。そうすると、まあ、ルタテラを投与してもですね、全然これが作用することなく、まあ、おしっこに流れていってしまうという形になりますので、このソマトスタチンアナログの、効果が続く、ここはガイドラインにもですね、書いてありますけれども、だいたいやっぱり5、6週間は空けましょうという形になっています。ただ、やっぱり機能性のネットの方、ガストリノーマの方とかですね、まあ、下痢が出る方、こういった方はソマトスタチンアナログをやっぱり月1回打っとかないとなかなか、また症状が出てしまうというような方もいますので、まあ、休薬していいか、その期間は。またはですね、サンドスタチンの、まあ、あの持続のですね、やつではなくて、皮下注で1日3回打つような点滴も、あの注射もありますので、まあ、こういったように変更した方がいいかとか、まあ、こういったところは患者さんの状況に応じて判断するのが望ましいかというふうに思います。ご質問の中で治療費のこともありましたので書いておきます。ルタテラは1本264万円になります。ライザケアはまあ1000いくらということで、まあ、あのその辺は抜きましたが、これを約、まあ4、もろもろとしてかける4にすると、まあ、1100万円という形になります。1割負担の方で、まあ、4回やって110万円。2回の方220万円。3回、3割負担の方が330万円の、ご負担となります。また入院費用などが、まあ、少しプラスで、かかってきますというようなところでございますが、まあ、基本的にはこれもあの通常の保険診療で、今行われますので、この高額療養費制度というのを、用いていただくことが可能となっております。はい、残り、2つですね、全国の動きと。PRRT 治療の注意点というところで、残りをお話しさせていただきます。まあ、先ほどもお話しましたように、昨年の10月、のこの3施設を皮切りにですね、現在、まあ、本日現在、全国で46施設で PRRT 治療が可能となっております。で、まあ、大体約250名の方がですね、保険診療として、この、日本でルタテラ治療を受けておられる。というのが今の現状であります。この全国で、投与可能な46施設ということで、こちらに書かせていただいておりますけれども、これはですね、この病院検索 QLIFE というキーワードで、検索していただきますと、こういうような形で、検索することができますので、まあ、ぜひこれ、まあ、どんどんアップデートされていきます。また12月にはですね、7、8施設増えるということも聞いておりますので、ぜひ、お調べいただければというふうに思います。ただ現状ですね、やはり、多くの患者さんがまだやっぱり、どこの施設でも、まあ、待たなきゃいけない、施設の方が多いと思います。これ、まああの、まだ空いてるよというご施設もあるんですけれども、やはり、数ヶ月待ち、1年待ちというような施設もあります。その差がどうしてもあるんですが、やはりトータル的に見ると、少なくともあと2倍、まあ、なので、約100施設ぐらいの施設には、投与可能となってほしいなというふうに考えております。なんでこんなやっぱり施設が少ないのかということなんですが、先ほど言いましたが、まずはやっぱり特別措置個室という、まあ、日本初の試みですね。これがこのマニュアルに基づいて、こういうまあ個室の整備をしなきゃいけません。まあ通常の個室を、こうやってですね、遮蔽板を入れたり、まあ、養生をしたり、まあ、尿の管理をしたりというところで、いろいろちょっと大変なことが多かった
多いというのがあります。病院全体でもですね、放射線の治療費の治療の容量というのが決まっております。やっぱりおしっこの管理とかっていうのをどうしていいか分からないというようなこと。病棟の看護師さんにですね、こういったところをご理解いただく必要がございますので、まあ、こういったところが、まあ、ちょっとやっぱり足かせになっているというところの英語施設もやっぱりあるかなというふうに思います。あとは、ルタテラ供給の不安定と、まあ、ニーズの問題があるかと思います。ここはちょっと後ほどお話します。この特別措置個室をですね、まあ、クリアするマニュアルに従ってですね、法基準を満たすというためには、非常にですね、多くの、この会議、や調整というものが、必要でございました。これは、当院ではこの伊藤キミテル先生がですね、中心となって、やっていただきました。もうやはりですね、こういうのはもう放射線の、ことに、お詳しい先生じゃないとやっぱり難しいです。僕ら臨床の、内科医ではなかなかちょっとやっぱ難しい。やはり熱意のあるこの核医学チームの先生が、本当に、核となってやっていくというのが必要だと思いましたし、やはりですね、まあ、上層部がですね、いや、これはちょっと、儲けないからダメって言って、やっぱりお断りされたり、大変だから、これは無理だと。看護師さんも、あんま説得できないから無理って言って、上層部がお断りされたというような施設があるとも伺っております。からこういう熱意ある核医学の先生と理解のある上層部、この2つの存在が重要だなというふうに考えております。で、まあやっぱり今すごい患者さん待ってらっしゃる状態なんですね。まあその理由はですね、特別措置個室、まあ、ようやく1つ作ることができましたっていうことであってもですね、その1つを作っていただいたときに、できる患者さんっていうのは8ヶ月に7人なんですね。なんでそんな少ないかというと、まあ、毎週週に1人ずつやると、投与1回目から、まあ、週1回なので7週まで、まあ、7人の患者さんが行います。で、8週目以降ですね、はもうこの方々が投与の2回目になりますので、同じ方が、2回、3回、4回と繰り返すことになりますので、この半年プラス2ヶ月なので8ヶ月ですが、この8ヶ月はもうこの7人の方で埋まってしまうわけであります。ですので、8番目、9番目の方は、特別措置個室が1つある病床では、もうこの時点で半年待ちというような形になってしまうわけであります。これをですね、まあ、お部屋を3部屋、4部屋というふうにちょっと増やしていただくとですね、それが、こういうふうに30人、50人というふうに受け入れることができることになります。8ヶ月に30から50人という受け入れ可能。な状況。当院ではですね、今、18階の病棟の市長さん、看護師さんたちのご理解の上でですね、こういうような特別措置個室を多く設けることができておりますので、今、当院では50人程度8ヶ月で受け入れられる体制を作っていただいております。また、この尽力にはですね、先ほどお伝えした伊藤先生、島田院長、多くの幹部の方々も、のご理解もあってかというふうに思っております。ただそれでもですね、やはり治療開始の時期は、多くの具合の悪い、ギリギリの患者さんが多くおられました。1年前の話になります。どういう方をですね、優先してやるかっていうところを、まあ、自分たちのだけではなくて、他科の患者さん方にもたくさんいらっしゃいましたので、そういう先生方ともいろいろ相談して、まあ、いわゆる最初の7人というものを、決めました。で、やっぱりこの方ですね、40代の男性の方ですけれども、この方も治療からもう4年経っておりまして、もう全てのお薬を使い果たしてしまう。使用量も多くて、まあ、決してですね、待てる状況ではなかったんですけれども、まあ、私が見させていただいている患者さんですけれども、やっぱりこの方がですね、まあ、先生って自分より具合の悪い人がいるんだったら、その人をちょっと優先してあげてくださいということを言っていただきました。まあ、そういう方々のおかげでですね、助けられた命もあるなというふうに思っています。まあ、本当に心から感謝したいというふうに思っております。まあ、残念ながらですね、まあ、亡くなった方もやっぱり、いらっしゃいます。待ってて、やりたいと言いながらも、間に合わなかった方も、残念ながらやっぱりいらっしゃいます。
だから、まあ、大切なこととしてはですね、私この3つが大事だというふうに思ってます。まあ、1つはネットワーク作りですね。これはもう我々がやらなきゃいけないことですけど、どうしてもやっぱり今限られた資源でございます。やっぱり有効にですね、利用しなきゃいけません。まあ、空いてる施設がどこかとかっていうところが、一目で分かるようなアプリ、これをまあ医者間で共有するというような仕組み作りが大事だというふうに思っております。これは他の先生方と協力して、こういうネットワークを今作ろうとやっているところであります。あとはですね、今、保険で認められているお薬、これをやっぱりちゃんとしっかり使うということが大事だと思います。どうしてもですね、副作用が出たからもうすぐ中止になっちゃったとかっていうような方がいますが、残念ながら、もうちょっと、よくマネジメントしてもらえれば使えるのになというような、方もやっぱりいらっしゃいますので、まあ、これはもう医者の問題でもあるんですけれども、やっぱりちゃんとですね、しっかり、自分のお薬を使うということも大事だと思います。待ってる間にこういうお薬をちゃんと使って。あとはですね、今、がんの遺伝子パネル検査ということができるようになっています。ネットの方も、まあ、G3 とかですね、ネックの方になってくると、こういうような、パネル検査の結果、治療薬がですね、新たなものが、こういう既存薬、ネットの治療、保険診療として認められている以外のですね、まあ、遺伝子治療と言われますが、そういったようなものも、新たに使えることも、ありますので、こういう検査もやはり必ず受けていただきたいかなというふうに思っております。で、ルタテナの国内供給でありますが、このちょうどこの1年経った2022年の11月ですね、これまでは、1週間に28本、だから1週間に全国で28人の方にしかお届けすることができませんでしたが、これも、野口さんのですね、ご尽力で、今月から48人の方に投与することが、届けることができるようになりました。まあ、さらに、増量の依頼をですね、まあ、この海外の、会社の方に野口さんが交渉されているということで、もっともっと増えると、やっぱり、まあ、供給不足の、まあ、ちょっと不安定だからということで、ためらっていらっしゃる施設もありますので、まあ、そこも広がっていくかなというのは、非常に大きなことかと思っております。この供給量についてはですね、このドクターズネットというので調べていただければ、現在の供給状況、まあ、ちょっと不安定な、いろいろウクライナ、ロシア情勢とか、いろんな問題がありますので、なかなか不安定な時期がたまに出てきますので、まあ、これを言うので調べていただければと思います。最後ですね、PRRT 治療の注意点というところでお話します。まあ、副作用について、ほとんどお話しておりませんでした。この第一二相試験におきましてはですね、グレード3というのは何らかの治療ですね、点滴とかそういったものを、まあ入院とかそういったのを要する副作用になりますが、グレード3以上の消化器有害事象は認めませんでした。血液毒性としてはリンパ球減少というですね、あんまりこう治療の介入する必要がないようなものが多かったというのが第一相試験です。ネッターは1試験ではですね、グレード3以上の消化器毒性、まあ、いわゆるきついというような、大きい嘔吐、こういったものは 3.6% の人であったと。まあ、少ないかな、少ない割合だなというふうに思います。血液毒性に関しては、リンパ球減少 8%、血小板減少 2.7% ということでありました。まあ、当院で治療した48名の患者さんにおきましてもですね、グレード3の有害事象としては、貧血、血小板減少。まあ、血小板輸血や貧血、輸血が必要だったという方が、まあ、それぞれ8名ずついらっしゃいます。まあ、中止までせざるを得なかった方というのは、血小板減少の方が多いと。いわゆる消化器毒性ですね。もうその、気持ち悪くなって吐いたりとか、そういった方っていうのが、グレード3ですね。点滴をしなきゃいけないとか、いろいろ介入しなきゃいけない方は、一人もいません。消化器毒性というのは非常に軽微で、辛い副作用はほとんど少ないかなと思います。ただやはり骨髄抑制にはですね、まあ、放射線性の治療薬ですので注意が必要だと思います。お一人ですね、骨髄抑制で、まあ、治療中止となった方をご紹介したいと思いますが、こういうまあネットの多発鑑定、オクトリオスキャンでいっぱい集積があります。骨転移もですね、集積がある方であります。PRRT 治療をして、した後ですね、まあ、まあ、2ヶ月後に2回目の治療をしようとしたんですが、血小板が、まあ、4万というところでなかなか上がってこない。
決勝場に輸血をしたんですけれども、なかなか上がってこないということで、この方は、まあ、残念ながら、5万以下というところで、中止とせざるを得ませんでした。だから骨転移があって、調べると骨髄にもですね、このネットの腫瘍細胞が浸潤してたというところでありました。やはりこういうような骨転移があって骨髄浸潤があるとですね、そっちのやっぱり骨髄の方まで治療薬がとやっぱり入っていきますので、どうしても骨髄抑制が強く出やすいという注意点が必要かなと。ご質問も多かったので、ここに最後出したいと、まあ最後じゃないですね、もうあと数名ですけど、出したいと思いますが、家族に対する注意事項ですが、このお薬、半減期は 6.6 日であります。で、体質基準を満たしてもですね、まあそれは法的にもう、ほとんど、周りの人に影響を及ぼさない、有害な、放射線はないというところから、まあ、退出して、日常生活は普通に送ってもらっていいんですが、どうしても近しい患者さんでですね、やっぱり心配されたり、気にされたり、あとはやっぱり妊婦さん、ちっちゃい子供さん、そういった方がいらっしゃる場合は、やはりまあその患者さん自身が気にされますね。自分こう大丈夫なのかっていうふうに気にされます。まあこれも添付文書とかにも書いてありますけれども、まあ、最初の3日間はですね、まあこういったところに注意しましょうと。出血した場合は、トイレットペーパーで拭き取りましょう。石鹸で洗いましょう。入浴は最後に行いましょう。洗濯は別に。男性の場合はですね、やっぱおしっこ、やっぱり立ってやるとちょっともうちっちゃいですね、ナノレベルでやっぱ飛び散ります。ね、そういったものがありますので、なるべく座ってしましょうというようなところが、まあ、3日間。1週間ですね。まあ、半減期は 6.6 なんで、もう1週間経ってしまえばほとんど大丈夫ですけど、まあ、1週間の間、こういったような性行為は禁じましょう。あとは、同居する人とは1メーターですね。1メーター離れればほとんどやっぱり放射線の、このガンマ線の指定距離というのが非常に、わずかなんで、そんなに長い、距離に放射線の影響がないですので、まあ、1メーター長くとどまる場合は2メーター以上離れておけば大丈夫ですよということになっています。小児や妊婦さんは、まあ、最小限にすることということで、ダメではございません。ベッドは別にしましょうね、というところが書いてあります。まあ、基本的にはですね、そんなに気にするような、放射線量、もう本当に軽微なものですので、まあ、普通に日常生活を送っていただいていいかな。まあ、ご心配だったら、こういったところをやって、1週間程度やっていただければ大丈夫というところでございます。最後にですね、まあ、今後の展望というところで数枚出して終わりたいと思います。まあ、今後のネット治療なんですが、初回治療、まあ、今後ですね、先ほどのネッター2試験というものが、まあ、保険に認められますと、まあ、ソマトスタチンアナログというのが、使用量が、ちっちゃくて、そして増殖速度も遅いというものが、まずはやっぱ第一選択になってきて、ある程度使用量が多くて、増殖スキルも速度も速いという方は PRRT というのが第一選択というふうに今後はなっていくんじゃないかなというふうに思います。これからはですね、このネットだけでなくて本当にこういったような内容療法、放射線内容療法というのは、まあ、前世時代だというふうに思っております。で、またさらにはですね、このベータ線よりも非常に強力なアルファ線というものも臨床を要されています。ベータ線がパチンコ玉だとすると、このアルファ線はもう大砲ぐらい、まあ、100倍ぐらいのパワーがあるというふうに言われております。これも症例報告での、海外の報告なんですけど、ベータ線で PRRT を行って、効かなくなった方がアルファ線治療したら、またこんなふうにもう腫瘍がちっちゃくなって消えたというようなものもあります。まあ、数年後には日本でもですね、こういったようなアルファ線の PRRT、こういったのも治験もできるんじゃないかなというふうに期待をしております。最後の、テンポンメッセージですけれども、まあ、ネット治療の一つに PRRT がやってきました。これはもう本当に患者さんにとっても我々にとっても大きな福音だというふうに思っています。現時点では二次治療以降での適用でございます。ただやっぱ適切なタイミングでですね、治療が受けられるように、こういう準備を、しておくのが大事かなと思います。まあ、準備というのは、まずやはりオプトリオスキャンを取っておいて、染まるかどうか、集積があるかどうかということと、そこの、ご施設で、できるかどうか、そう、もし難しいんであれば、まあ、どこの病院でやっていただくかというところを、まあ、事前に探しておくということも大事なのかなと思います。あとはどうしてもこの希少疾患というものは、情報がやっぱり大事だというふうに思います。
主治医の先生ともよく相談することが必要ですし、なかなか希少疾患ですので、主治医の先生も皆さんがお詳しいということは限りませんので、こういったようなセカンドオピニオンというのもぜひ活用していただければなと思います。で、最後の最後になりますが、当院のですね、この希少がんセンターの待合室、まあ、ここの部分なんですけど、掲載されている写真、リンパ腫サバイバーの笠井さんの、まあ、お言葉、ですね、この写真に、書いてあるんですが、抗がん剤を、幸願う、お薬、抗がん剤にというような、お言葉がをいただいております。まあ、非常にですね、重い言葉であるなというふうに思います。まあ、我々、患者さんの願いでもありますし、我々もやっぱこういう思いで患者さんに治療を届けたいなというふうに、私も座右の銘にしたいと思っております。以上、ちょっと長くなりましたけれども、皆様ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。藤岡先生どうもありがとうございました。2014年に希少がんセンターが開設して、患者さんたちからこれは海外でしかできない魔法の薬なんだ、魔法の治療なんだっていうふうに言われてて、で、現地開催の希少がん三つ田エキスパートでも何回も何回も出てきて、でもスライドで表すことができないからディスカッションでこう先生方からお話いただいて、でもなかなかこうイメージつけなかったんですが、今日先生のご講義をお聞きして、あ、どういう治療でどうなのかっていうのがイメージがついたんで、多分今日ご視聴された方、あとこれ動画一部公開する予定ですので、詳しく分かったんじゃないかなというふうに思っております。藤岡先生どうもありがとうございました。でちょっと時間が延長してしまうんですが、皆さんよければお付き合いください。これから Q&A の方に入りたいと思います。今日患者会代表として松山千恵子さんにいらしております。松山さん、カメラオンにお願いいたします。はい。松山千恵子さんには希少がんセンター開設以来からシマウマネットで活動されてて、すごくサポートもいただいてて、で神経内分泌がんの患者さんのお言葉をよく届けてくださいました。で、松山千恵子さんもずっとサバイバーとか治療を続けていらっしゃるので、ご自身で自己紹介していただきたいということと、あと、まあ、この治療の経験者でもいらっしゃるので、何か皆さんに伝えたいことがあったらお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。シマウマネットの松山千恵子です。今日は、加藤さんから3つほど順番にお話をするようにということでいただきましたので、まず自己紹介、それから PRRT 治療について、そしてシマウマネットについてお話しさせていただきます。私は2010年の4月に膵臓の30ミリの腫瘍を手術しました。膵頭十二指腸切除です。それ以前にネットと診断されない時期がありましたので、それが2006年でということでいくと本当にロングサバイバーです。で、非機能性で手術した検体で、その時に知ったのは非機能性で高分化型で、血管侵襲とリンパ節転移があったということですけれど、その時の、あれだと経過観察なので、今度はどこに出るんですかって言ったら、全身どこでもなんていうお話で、そこで本当にね、インターネットの検索をし、ちょうどその頃にバンキャンジャパンがたくさん勉強会とかをしてくださいましたので、情報ということでは早くたどり着けた方かなと思います。で、経過観察していたんですけど、5年後に多発肝転移が判明しまして、そこで病理のセカンドオピニオンを考えました。これは中央病院ではないんですが、そうしましたら、KI 指数が13と、高分化しかわからなかったのが、KI 指数もはっきり13だと。それから追加の検査をしていただきまして、SSTR の 2A と、それから mTOL のプラスがわかりました。そこで、中央病院に転院して、オクトレオチド、その次にランレオチドを単独で長く続けました。昨年からエベロリムスで、この夏、
PRRT の治療にたどり着けまして、54名のうち、今日54名というお話でしたので、その一人ですね、2回終了して、今3回目を待っているところです。それでは、私の PRRT 治療についての感想というか、感覚的なことなんですけど、個人で差があると思いますが、ルタテラが投与中の感じなんですけど、今もう体内に入ってますよなんていうふうに施術してくださる方がお話しされるけれど、造影 CT をすると体内にわっと嫌な感じがありますね。あれのもう本当に何分の1かっていうぐらいしかあまりこう感じ嫌な感じはしませんでした。で、途中から速度を速めることもあるんですけれど、それでも違和感がありませんでした。ただ、海外で治療された方はもっと早くやったので、ちょっともう少しインパクトがあったみたいなお話をされた方もいらっしゃいました。で、吐き気止めの服用もありますので、吐き気も感じることはありませんでした。で、このもう本当に PRRT について知ったのは、12年前に12月にパンキャンジャパンが主催するネットの講演会、20名ぐらいの患者さんでしたでしょうか、ありました。で、その時に講師の奥坂先生が日本ではできない治療なんだけれどっていうことでお話しくださいました。で、後で患者さんも先生 PRRT についてお話しくださったっていうのでちょっとこう感動っていうか、で、その時だとまだオクトレオスキャンができる施設も少なくて、どこだったらできるかとか、それからそのような情報交換も終了後に行われていたので、とっても感慨深いです。そうですね、保険診療が可能になって、本当に多職種の人だから準備にちょっと時間がかかったけれどって、主治医の森津谷先生から伺っておりますけれど、本当に早い段階で特別措置室を使うということで、3名の患者が可能であるというのはとても嬉しいことかなと思っております。順番待ちで適応のある患者さんに本当に早く届いてほしいなと思っております。それではシマウマネットの紹介に移ります。2010年の8月からパンキャンジャパン主催のネットの勉強会が始まったんですね。で、私はその2回目から参加しているような次第です。ですから結構2010年って僕のこの時で本当にその時に見つかって手術したっていうのはかえって悩みが少なくてよかったかなと思うんですけれど。で、2012年の2月にとっても大きな大規模なネット患者フォーラムというのをパンキャンジャパンが主催してくださいました。で、午前中には専門の先生が、お話をくださり、一緒にお食事をして質問をしたりというような、午後には患者の交流会が行われました。で、そこの時に、終了後に、日本から初めてスイスでの PRRT の治療を経験した患者さんがいらして、その方はブログで情報を発信されてたんですけれど、その仙台の患者さんが関東圏での患者の集まりをしてほしいって依頼されました。で、その方以内には私自身はまだその時は経過観察だったので、メール等での面識しかありませんでしたので、一緒に活動できる方が、ね、誰かいるかしらということでお一人紹介を受け、それから連絡すべき患者さんも知りませんでしたので紹介を受けました。で、それが、2月にあり、5月にでしょうか。で、その次に8月ぐらいに会の名前を決めてロゴも作りました。で、ロゴは患者さんの ご家族が作ってくださいました。で、私自身はその他にもちょっと長年やっている市民活動がありまして、その経験から無料会場の手配とかブログの発信とかっていうことが可能でした。そこで
そんな具合で数回こうやっていっているうち、定期開催していく中で、組織化ということも考えたんですけれど、その時に集まった患者さんが、総意で、まあ、必要な時に会費を集める形で開催するんでいいのではないかということで、組織化をしないで10年経ちました。まあ、交流を主として活動できたっていうことは、学習面や啓発活動、その他のことについては、パンキャンジャパンが進めてくださっていますので、そこの点が他の患者会の活動などを比べますと、とっても助かってて大きいことかなと思っております。で、問題はコロナだったんですね。コロナ禍でリアルの交流会を何度も企画して延期しっていうことが続きました。で、そこでもう Zoom の開催に移行しました。で、今まで企画してちょっと残金がありましたので、Zoom の契約金は半分2万円ぐらいのうちの1万円を今までの蓄積から出すことで運営できています。そして今年ちょうど合間を縫って4月と10月に少数の患者さんで集まることができました。まあ本当に貴重って言われたがゆえにつながれた患者さんなので、そこに参加された方はとってもロングサバイバーが多くて、お互いに元気だったらまだ私も頑張れるっていうような力を得ました。ですからこの頃、新しい方はなかなかいらっしゃらないんですけれど、新しい患者さんたち同士もすごくこの病気って長く付き合わなくちゃいけないので、その何でしょうかね、お互いを知るっていう良さを体験していただきたいと思っております。で、もう今後はしばらくもう Zoom の方にシフトしたいと思っておりますので、どうぞ帰って交通の便とか住んでる地域のこととかを考えなくて済みますので、それは良さを生かせるんじゃないかなと思っていますので、そのメリットを生かして集まれたらと思います。どうぞご希望をお寄せください。企画を考えます。メールは松山のところに来ます。今日もお一人すでに今入院中で、ベッドの上から今日の講座を聞くっていう方の連絡を受けました。そのようなこと、ありがとうございます。松山さん、ありがとうございました。ちょっと希少がんの患者さんたちの患者会を運営していくのはすごく大変だっていうふうに皆さんから言われてて、まあ、ちょっと希少がんセンターの方でしばらく現地開催したセミナーが止まってしまって、ちょっと2年ぐらい空いてしまって、9月からやっとオンラインで開催するっていうことになったので、ぜひ希少がんセンターの方積極的に情報発信していって、希少がんの患者さん、ご家族、あと症例の少ない医療機関の先生方に情報提供していきたいなというふうに思っています。松山さん、これからも続けてホームページとかね、なんかお仲間の中で希少がんセンターの情報を発信していただけたらなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。非常岡先生の方から何かございますか。一言何か患者会の皆さんとか松山さんに。はい、もう松山さん、本当に長い間情報発信をずっとしていただいてて本当にありがとうございます。私も見させていただいている方はですね、松山さんから、たくさんお言葉いただいて、励ましてもらってるというような方多くいらっしゃいます。本当にこうやって、本当に希少がんのですね、情報の少ない中の、非常に大事な情報のソースですので、これからもぜひよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ちょっとお時間になってしまったので、多分皆さん質問されたい方いらっしゃると思うんです。で、今日はちょっとチャットに入ってないんですけど、最後にアンケートがありますので、それに入れていただければ今後のセミナーに活用していきたいと思っております。では講演あと Q&A はこれで終わりにさせていただきたいと思います。石岡先生、松山さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
では閉会の挨拶を国立がん研究センター気象がんセンター長の河合先生、よろしくお願いいたします。はい、皆様、本日は最後まで第3回オンライン気象がんミートザエクスパートにご参加ご視聴いただき大変ありがとうございました。以前の現地開催の気象がんミートザエクスパートに比べて、よりパワーアップしてより多くの方々にご視聴いただきたいということを目指して、この開始したこのオンライン気象がんミートザエクスパートでありますけれども、今回は神経内分泌腫瘍ネットに対する PRRT ルタテラについて、国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科の藤岡進先生にご講演をいただきました。ネットに対する新たな治療として非常に期待されていた PRRT について、豊富なご経験に基づいて、大変わかりやすくご講演をいただきました。藤岡先生、大変ありがとうございました。本日は時間の都合もございまして十分お答えできなかった疑問あるいはご質問に関しましては、またぜひ次の機会にお話をお聞かせいただければと願っています。藤岡先生、また引き続きどうぞよろしくお願いいたします。またご視聴いただきました皆様もご質問、次に聞いてみたいテーマあるいは講師の先生などがございましたら、ぜひ ご意見をお聞かせ、いただければと思います。国立がん研究センター気象がんセンターオンライン気象がんミートザエクスパートに引き続き、ご理解ご協力を賜れれば幸いです。簡単ではございますが、これで閉会の挨拶に返させていただきます。最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。河合先生、どうもありがとうございました。では最後に恒例の今日登壇者でスクリーンショットの方を撮影したいと思います。島田先生もビデオの方をお願いいたします。でここは皆さんもしよろしければ記念に皆さんでスクリーンショット撮っていただいて構いませんので、ではよろしいですか。では皆さんにっこり笑ってください。島田先生マスク外していただいて、では皆さんにっこり笑ってくださいね。とてもよく撮れたみたいなので後で Facebook に公開したいと思います。ではこれで第3回の神経内分泌腫瘍の方を終了したいと思います。で動画に関してなんですが、第1回目の時にですね、ぜひ動画で公開してほしいってことだったので、医療広告ガイドラインの関係で全ては公開できないんですが、藤岡先生の講演した部分を編集して12月には公開したいというふうに思っております。で次回なんですが、12月9日金曜日18時30分から肉腫サルコーマとともに生きるを国立がん研究センターと九州大学との合同開催をいたします。と第5回は12月23日金曜日18時30分からチスト診療の現在とこれからを国立がん研究センターと大阪病院との合同開催となりますので、皆さんぜひご参加ください。今日は長い間ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんまた